思ってね。もう、マー君、こんばんは。ペットボトルの音だよ。私が飲み切ったペットボトルを遊んでるの。こんばんは。ダメ。え、かけるな。そう、オーバーオール可愛いんだよ。行かなくていいの、あなた。おお、ラジオ聞いた。かきるなぴょんです。かわいいよねこの服、見てくださいよ。このここにリボンがついちゃってるんです。本当にスキーウォーター見つかりましたが、あなたちゃん当たりませんでした。なんかね、ちょっと楽しかった。あゆるくん下行くの？行かない返事なの？何？あなた何ですか？そう、英語言わせされた。なるしょ。お、面白かった？んと？あーくん。そう。僕のところにメール採用されたそうじゃん。そうシンポジーって、そう腕のとこリボン。かわいいね、アイルくん。かわいいって、かわいいって。じゃあバスケです。バスケ、バスケのことなんて言えばいいか分かんなくて。何ですかあれは。あーくん下降りる？ほらママが拍手も出る。ちょ、ブスケってなんて言うの？あとありがとう。やだ、何？バスケ分かったよね。あ、ママが来た。ママが来た。カモンヌ、嫌がってる。いいからおいで、早いで。よいしょ。バイバイって、バイバイって。おやすみ。バーイ。そう、なんか怒ってた。これサロペット、サロペットオーバーオール。これはちょっと今日着てたカーディガンです。これなんか可愛くない？そう、強制送還。
足長くないよ、竹が長いんだよ。スタボイそれですか、フリーサイズだからサイズが1個しかなくて、でも色がね3個あったよ。だからちょっと笑っちゃった。みんなお揃いしてください今日も暑い。え、ラジオ楽しかったですよ。おしめにピンクのオーバーオール、かわいいピンクのオーバーオール、ロンキンラブリー、そうオイスターゲームって感じ、かわいいです。まだ聞いてないですか？聞いてください。メール読まれてたね。あのひるまさんに、なんそんなことない。そうでもね、難しかったです。ラジオ初見ですおしりんさんのイメージ、確かにミニオン喋れてたと思う。本当ならいいけどさ。こんばんは、ご飯ね、キュンキュンラブリー。今日めっちゃバッチリじゃない、化粧バッチリバッチリです。キュンキュンラブリー、ある程度仕方ない。誰もありがとう、かわいいよね。明日は何を着ようかなね。あれ言ってた願いね、おにぎりないの。左がめっちゃ長い、こっちも長い。声で分かりそう、いけてるってピカピカありがとう。そう緊張した。あ、季節ギスがなくない、花粉症ね良くなったよ。もう多分花粉飛んでない。結婚します、フォローありがとう。こんばんは。そう、まやさんはお花って呼んでくれてるんです。結婚します。わかんない、その話緊張だよ。またね、コメが、そうなの。そう、もうね、もう最近は花粉症はないですね、全く。星ありがとう、お疲れありがとう。パパパンパパンパパパンパパン、犬目のおまりがとう。今全然ないです、わかんない、薬が効いてるのか全然ないのかわからない。え、別に先輩からは何でもいいです呼ばれ方。そう、なんかまやさんに何て呼ばれてるのって言われて、花なん、花ちゃん、お花って言ったら、お花かわいいねって。ヒノキはピーク、そう結構なんかいい感じだよね。こんばんは、星ありがとう。あ、そう、花花も言ったこんばんは。そう、肩づむりが効いてるかも。いいね、あのね、今年の花の運勢のね、今月はね、そう、肌荒れしやすい時期らしいです、占い本そう、リアル占い。そう、花はね、占いを信じるタイプですよ。
占い、あ、そう、劇場12期の水がね、なぜ言いかけて、確かに日焼け。これはね、五星三神占いです。あ、ね、23日花いないね。ね、知らなかった。え、いないじゃんって思って、いないやんけって思いました。まあでもいいですよ、今月いっぱい出た方です。私みなめもありがとう、こんにちは。ななあ花水欲しい。そう、みゆちゃんの、そうなんです、今日かわいい。そうね、あ、占いはそういいことだけじゃ。申し込んでしまった、花いないよ、花いなくて、って、うん、今日誕生日知ってるよ、誰しゃべ、よかったよね、よかった。本番は申し込みどうする。まあでも申し込んでも絶対楽しいと思うけどね、絶対も楽しいと思うけど、まあ花はいないよって話ですね。勝手にそのみゆちゃんの生誕に出るための一旦お休みなのかなって思ってる、勝手にね。そう、23日はさつきちが出る、だから私はみゆちゃんの生誕に出たい、どうしてもどうしても出たい、どうしてもどうしてもどうしても出たいです、みゆちゃんの生誕に。ほら、ありがとうございます。大体あるか、それはそう、二度目の方もありがとう。どうしてもみゆちゃんの生誕に出たいです。ワンチャンスクランブルと思って予定は入れないけど、そう、花いないです。これでみゆちゃん生誕も出れなかったらなんだってってなるけどね。みゆちゃんの生誕は出たいです。でもまあ私あれも出るからね、その28時間のやつも出るので、28時間出るから、そう、だからだって今月だいぶ出た方じゃないですか、私本当に。そうですよ、そうだよ、絶対に出たいです、センターみゆちゃんの。1公演も劇場行けてない、あ、ほんと、そうそう、この1ヶ月だいぶ出てますよ私、何日多分、うん、だいぶ出てる。おしまししてもいいですよ、こんにちは。なそう、3回なら多い方だよ。朝ごはん食べながら、朝ごはん食べてるの、そう、出てたの花は結構出てましたね今月。来月もいっぱい出れたらいいな、こんにちは。な、そういえば明日が抽選科目の結果発表なんですけれども、皆さん祈っててください、私の抽選科目が全て当たるように。ゴールデンウィークね、朝5時45分、なるほどね。ハットありがとう、タコありがとう、倍率高い、もう意味わかんないぐらい高いので。実際1個だけ落ちた、そう、マジ祈ってください、本当に本当に祈って。え、そうだ、いっぱい頑張ったから、チクチ出ててマジ、それな、もうそういう現実的なこと言わないでください、人気だろうからって。祈ってって言ってるじゃない、祈ってください、だから。すごいすごい、それもそうだけど祈るんです、皆さん祈るの。全部取れるとみーちゃんの生誕当たらないよ、なんで、いいじゃないの別に、どっちも当たります、
祈ってください。どっちも当たるのって絶対にわからないけど確信はないですけど。え、抽選面倒だけど、でもさ、空きコマが嫌なんだよ。本当に本当に空きコマが嫌なんです。だから本当に本当に祈ってください。みんなも声当たるようにも祈ってるので。今ら全当選の未来が見えました。え、素晴らしい。そう、祈るのはただそう、そう、2,3 件ほど中、え、私はね 3,4 件が多いです。抽選前が見えちゃう世代いいな。よしゃべお疲れ様ね。うん、楽しかったです。なるしゃべこんにちは、なこんにちは、なキュンキュンラブリー、こんばんは。そうです、だからもう祈るんです、抽選科目が当たるように。もう特に語学のところは当たってほしいです。さあ、した結果なので。お疲れ、ありがとう、えらい、ありがとう、結婚して、ありがとう、結婚します。そうだからね、明日、あ、そう、前髪いい感じ。明日抽選結果次第でカニ焼きになったら新しく入れます。語学は中国語。でも中国語ガチ倍率高いらしい。本当に意味わかんない。なんか今日でも私はお仕事あったから行かなかったんだけど、今日なんか抽選科目でもなんか当たってなくても行かなきゃいけないらしくて、でもそれを知らなくてまあ行ってなかったんですけど、まあどうせ多分出席も取ってないだろうしね、行ってないんですけど、なんか本当に中国語、あの教室の机が足りなかったらしいです。こんにちは、だな、友達から LINE が来て、やばい、中国語一通りすぎて席足らんって。だから絶対にあの出席取ってないんだけどさ、明日って14、違うな、違う、これ5月見てた、明日14、違う、16は明日はなんか褒められ、あ、なんか素直になるのがいいんだって。素直に喜ぶと運気の流れ良くなるらしいそう、一人すぎて席足らんって友達から LINE が来ましたね。そう、みんなで素直になりましょう。今日はね、寝不足になりそうだって。異変を感じたら早退することもって書いてある。そう、肌占い好きなんです。結果論？違うの、違うんだよ。ちなみに私の今年のラッキーカラーは明るいレッドとスカイブルーでした。祈りとれば素直に喜べる、神の神さんよろしく。本当にそうです。おすすめの洗顔、私洗顔ね、ママが使っ、なんか何なんだろう、普通に薬局とかで売ってるやつじゃないやつ使ってる。そう、めっちゃ当たるのこれ。希望者全員取らせてあげれば。本当にそれでもね、無理なんだよ。1年間、そう、1年間だから、前期の、そう、え、ゲータ全員さんで僕も1年、え、それな、私もなんだけど。今日の服可愛いですか、ありがとうございます。ここにリボンがついてるんです。そう、一瞬だけ見せてあげる、じゅーん、こんな感じ。え、そうだよ、ガチだよ。え、ゲッターズ飯田さんの占いはガチです、本当に。でもね、今年あんまり良くないんですよ。あ、1年間の色、そう、1年間の色、そう、令和6年版毎年買ってる。初音もありがとうございます。2度目ありがとう。銀の方、そう、毎年買ってる。毎日は見てないよ。一元間に合うよ、当たり前じゃないですか、遅刻しませんよ。よろしく、ありがとう。まあでもそうですね、あ、ねえ、ミレイさん占ってもらってたよね。遅刻はしない、そうですよ。
朝のテレビの占いだけ。ありがとうハートのバッテリー。こんにちはのなん、こんにちはのなん、ハートありがとう。月曜日の朝は遅刻しないです。で学校に遅刻しない、そもそも生きてる人生ラッキー。それはそう。アドバイスが大切。そう、なんかね、私は庶民派な性格らしい。なんかね、本当にめっちゃ庶民って出てくるんだよ。みーちゃん誕生日だね。厄年じゃない気がする。花、あ、ほら、私臆病な庶民なんです。そう、え、多分これ臆病の庶民ってこれだよね、花だよね。9、うん、そうです、臆病な庶民らしい私。でも確かに私って庶民っぽいよね。え、女性の20歳、え、女子の19が厄年、私20だから後厄ですね。今年20の、あ、みーちゃんカラオケ行きたいって言ってた、行こう行こう。そう、後厄です。私は去年が厄年だったと思うから。どうもありがとう。そう、庶民です。おもろい。持っている星がさ、それぞれ書いてあるんだけどさ、温厚で平和主義の星、精神が不安定な星、清潔にこだわる星、純愛の星、肌に悩む星だそうです。ミトンのバッグ。そう、私後役ですよ。話を聞かないそこだ。そう、でも確かに花ってもなんか顔が庶民じゃないし、ね、顔がなんか素朴っていうかさ、え、そうだよね。な全部納得できちゃうんだよ。花もそうなんだよ。花結構悩んでるんだよ。悩んでるっていうか、もうなんか結構ニキビとかもできやすくなっちゃったし、あとなんかこう引っかくと赤くなっちゃうのとかあるじゃん、私引っかくと。だからもう当たるんですよ。これこういうのね、やられるとね、もうなんかあれな、なんか顔がさ、顔がさ、岐阜が、そう、どこにでもいそうな顔。そうそうそう、そうなの、そうなの。なんかみんな誰でも頑張ればなれそうな顔じゃないですか。フォローありがとう。そう、金の時計座、そう、ゴー土星、そう、岐阜っぽいか。アイレン日陰あるよ。え、高須先生、めちゃくちゃありがとう。いや違う、あ、そう、親しみやすい顔。アイムラさん、わかんない、私は岐阜にいそうな顔じゃん。結構それはそう、本当にありがとう。ハロー、わかんない、なんか岐阜、なんか田舎っぽい顔してるじゃん。都会の顔じゃないじゃん、なんか。だからそういうことです。ね、かけるのね、顔が。ありがとう。おでこに肉って書いて、書いて、ほんと。嘘でしょ、もうなんかみんなありがとうございます。いそうでいない。あー、まあまあまあ、まあ、境ないですよ。いや、岐阜民社ね、本当に岐阜ばっかり。そう、うん、あ、開運アクションはたくさん笑うと落ち着く音楽を聴くと白湯を飲む習慣を身につけるだそうです。白湯飲まない、雪が似合う顔って思った。本当、清楚なイメージ、本当に清楚ですか。違うから、違うから。はなちゃん38、そう、はなちゃん38、さゆ飲むの3日で終わった。え、わかる、かなりそれな。キュンキュンラブリー、初オーマーありがとう。でも私のなんかラッキーからオレンジとライトブルーらしいです。
オレンジばっかり着ようじゃ。肌白い方まあまあです。左右は気分になれば飲みます。なんか左右飲みたいかもってなった時にバイタンカントリーマーム1枚やめなければ清掃ね。40度ぐらいのお湯、あ、そう、本物さんから東京自販機です。え、でもコンビニ左右売ってるよね。それにも買えないです。2024年は精神的に落ち込みやすい年らしいですよ。え、今年モテ期私どういうこと、モテ期って何みんなにモテモテってこと、おもろい、モテ期おもろい。先輩にモテないかな私。ファンの皆さんにモテモテ、ファンの皆さんにモテモテと先輩にモテモテになりたいです ファンの人が増えてくれると嬉しいです。モテ期は人生で3回そうなんだ、特定出会いのチャンスありなんだそりゃ、出会いのチャンス受ける。じゃあ喋ったことない先輩と喋れますかね。いっぱいアプローチですか。いいの方一向にモテこない。メロンも色舐めもやますマリオのスター、ああのテテ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 テですか。うわっ、そうじゃん、歌唱力で増えるかもしれない、わからないけどそういう意味。これ歌唱力何月だ。あ、でも6月7月とかじゃなかった。あやめよさんとまあやかさんとまやさん、え、67だよね。67は私チャレンジの月らしいです。やばくない、激ヤバじゃない。当たってるよね。なるほどね。何日かわからないからなんですけど、平和主義そうだよ。だからこの本すごいんだよ。私オーディション受ける期間とかもねそういう感じだったよ。そう、当たってるの。こんばんは、こんばんは。そう、6月は行動範囲を広げる、初対面の人とは浅い付き合いを心がける、一人でできる運動をするだそうです。変化が多くなる時期、仕事運のところ、ほらこれまでとは違う仕事を任されたりって書いてある。え、そうだよ、この本信じてきたらここに来ました。この大戦当たり前じゃないですか、そんなのは。ソリの、あ、素晴らしい、これは来ました。倉本、7月は無駄に忙しくなるそうですなんだそりゃ無駄に忙しくなるって書いてある。4月の仕事運は予想外の仕事を任される月だして、
4月は予想外の仕事を任されるんだから、これでもね、これはね、あ、その後から思うだけであって、だけどこれはもうスクランブルでしょこれはスクランブルだろう。ほら、そう、3月は、あ、なんだろう、9月、あれ10月から入ってるんだよね私たち。10月、10月1日だっけ。あ、でもこれはね、あんまり合ってないですね。スクランブルエッグ11月、仕事はゲームで乗り越えられるって書いてあるそうですね、まあまあこんなもんだろう。ね、他の人のこと、なんか後ろの方に、なんかこれ番号なんだけど、あ、どの年でも使えるんじゃない、2024年版だけど、2023年の9月から載ってるの。そう、そういうことだから、そのあたりから売られるから、そう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 、メール取ったので、2020、うん、これはね、ね、12月までは載ってるので、それが終わったら買います。あ、すべてのタイプが書いてある本持ってたかな、持ってたか持ってないか忘れました。星ひとみさんのやつを持ってるんですよね、毎年買ってますこれ。あ、そうです、上限の月のやつ持ってるんです、本毎年使えるやつだけど、ネットでもね途中までは見れますよ。タイプ別、そう、私は金の時計座なので金の時計座の本を買ってます。そう、めっちゃ占い好きね、星ひとみさんの占いさ、ネットで月額330円で入会してた時期ありますね。その本の詳細、金の時計座です、私。これめっちゃ、あの日、毎日のカレンダーで運勢が書いてあります、こんな感じ。水晶タモクさんも当たるんだ。どうやってわかる？この前に何年生まれの何月何日みたいなところに当てはまるところで、あの数字が書いてあるんです。だからそれでわかります。例えば私だったら2004年の9月13日なんですけど。それが38番なんです。で、なんかこの何番から何番は何座、何番から何番は何座ってやつがあるんですね。そう、だからこんにちは、なそう、そっから細かく、それはその本、何何生年月日でわかる。そういうのはね、多分何座かどうかはネットでわかると思う、無料占いみたいな。え、占えたりするよね、面白いよこれ。私さ、タロットカードの占いとかも好きなのね。だから YouTube でタロットカードの占いって調べて、その3つのカードを出してきてくれるんだけど、それを自分でどのカードが好きか選んで、その占い結果を聞くみたいな、そういうのいっぱいやってます。金の羅針盤、握手会ループされる本持ってこうか、興味津々のお宝
初音もありがとう、ピカピカありがとう。そうタロットカードめっちゃやってる。なんかあなたの運は良くなりますみたいな。これ悪いことも書いてあるよ。人との縁が切れるとか普通に書いてある。分かる。 TikTok タロット占い流れるし、なんかこの音源を聞けばなんかあなたは幸せになれますとかそういうのも全部聞いちゃうの。でもそういうのばっか出てくるようになるとなんかちょっと嫌だから、そういう時は猫の動画とか探したりします。占い会。アナナは月星月星優しいの。悪いこと知りたい。でも私今回あんまり良くないんです。今年あんまり良くなくて、そもそもあんまり良くないので、なんだっけ、なんて言うんだこれ、なんなんでしょう。私は今回、あ、そう、裏運気なので、なんか本当になんか人間関係とか体調に気をつけてって書いてあるんです。そう、タロットできる系アイドル、え、やってみようかな。リセットできる、え、いやー、したい時は東海購入。そうですそうです。こんにちはなな、こんにちはなな、二度目ありがとう。そう、離れていく人に執着しないとか書いてある。2024年の挫折失敗はむしろチャンスらしいです。みんなおしまし。あー素敵。予想外の出来事を楽しむぐらいのプラス思考で過ごすらしいです。研究のぶりかまでありがとうございます。ピンチはチャンス、本当にそう。特別な年だって。人生は思い通りにならないことを楽しんだ方が幸せになれるらしいです。でもあんまり今年はあのみんなこれだけは、私は転職に向いてないらしいのでやめません。今年は卒業しないです。そんな卒業なんかまだしないですけど、するつもりもないですけど、え、分かんない分かんない。そう、全部うまくいってたらありがたみはないです。こんな占いに左右されてるわけじゃないけど、もともと卒業する気はないけど、転職に向いてないって書いてあるので、もう卒業は絶対しません。これで決定打です。この本はどこでも売ってますよ。コンビニでも売ってます。それな、ビビるよね。でも転職向いてないらしいのでいや、さすがに早すぎるよ。違う、別にこの先も全然卒業するつもりはないけど、今年はさすがに卒業しませんっていう話です。転職に向いてないのでしないですよ。そう、安心して倉本にしばらくいるに決まってますよ。しーちゃん大学生の、確かに他にしない、いそうだよ。いや、全然転職に向いてる年が出てる。いいね、いいね。それでもしないです。しないよ。違う違う違う、なんていうの、30まではいってね30、考えときます。めっちゃまつげ綺麗かも、なんか卒業しないよ。いや、書いてないから大丈夫。書いてあっても違う、さすがにそれだけで決めてるわけじゃないから大丈夫だよ。めっちゃまつげなんかセパレートって感じです。こんばんは。自分でもまつぱしてないのが信じられないぐらいまつげが綺麗。大学卒業、そうだね、ごまかしてじゃないよ、やめないって言ってますよ。でも30までかどうかはちょっと分かんないじゃん。だって簡単に左右されない、さすがにされない。今日久しぶりに見たから、この占い本。 あと6、7年はいます。それは約束です。
それは絶対だな。まつげパーマ行ってないよ。ショールームで発表。今日のお仕事はまだ言えません。こんばんは。まあ、お楽しみにってことですよ。こんばんは、こんばんは。待って、今何時ですか？こんばん、はじめまして。22時11分、22時半までやります。今日はお風呂に浸かりたいので。はい。花に焼き干しか、そうですよ。今やめたらもったいないのでやめません。そう、お風呂も頑張らないといけない。こありがとう。いえいえ、初音もありがとう。まあ抽選科目が心配。明日何着よう。うん、教えしょ。そう、履修登録なんだよね。でもまだ教科書買ってないから教科書も買わなきゃいけないし。こんばんは。キュンキュンラブリー。なんか最近のさ、なんか今日見てたやつが、メイクしながら見てたやつが、なんかラランドさんの明日の僕の運勢わかんないよ。そう、なんかラランドさんのなんだっけ、YouTube 見てたんだけど、なんかラランドさんの西田さんがなんか X で架空小説書き出しみたいなのをポストしてるんですよね。2じゃないよ、秋。だいぶ前じゃない？そう。で、その架空小説書き出しの主人公を誰にするかとか、俳優誰にするかみたいなのをいう話をしてる動画を見ててめっちゃ面白かったです。音符ありがとう。なんか架空小説書き出し面白くて好きなんですよ。本当ありがとう。ハートありがとう。陣内さんの YouTube ですか。見たないな。目覚ましのアニメの曲？花の塔って曲です。おかえり。花の塔です。マジで起きるんですよ。てれてれてれ。出るってやつだから。さあさあ、カタカナユーリーです。さんです。西田さんのエクサ当たってる。面白いよ。買い虫した段ボールがまた来る。花の塔タワー。花だけにめっちゃ起きれるあれ。キュンキュンラブリー。ポリスリコイル面白いよ。初恋キラーじゃないです。酸欠少女もいいよね。揺れて揺れて大事なら泣きそうな酸欠少女。リコ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 、ありがとう。ポップコーン星ありがとう。無職転生星ありがとう。私あれ好き、なんだっけ、忘れちゃった。今宵も
上ではってやつ。綺麗な満月がキラキラってやつ。うわ、まだローソン見に行ってないってか、ローソンが近くにない。私はでき損ないでどうしようもなくて。忘れたから最初から見直す。あ、リコリコ見直しな。冷たい何だって。じゃ近くにローソンがないです。あ、ネットフリで見れます。確か蝶のように。あ、三日月だ。 SAO ゴブリンに転生したやつ。変人のサラダボール。へえ。アムプロは私入ってないからわからない。ネットフリね、最近めっちゃコナン入ったなって感じ。あ、そう、9時です。めっちゃネットフリ最近コナン入ったし、なんかスズメの戸締まりとか君の名はとかも入った気がする。あ、でも一回見たら満足はちょっとわかるけど、好きなものは何回も見るかもな。映画もそう、好きなものは何回も見る。めっちゃあれ好きなんだよな、なんだっけ。え、そう、コナン見に行くか悩んでる。なんか評判いいからね、コナンね。好きな YouTuber さんはそんなに見、あの人 YouTuber かな、わかんない。最近めっちゃ見てるな、あの佐藤ミケーラ和子さんです。めっちゃ面白い。アマプラにもあった、これ見たわってなる。あ、じゃあもうコナン見に行こうかな。なんか、え、なんか今日目が茶色い、なんか色素薄くなった。イエーイ、嬉しい。じゃあコナン見に行きます。私はじゃあ終わってからが衝撃なの。でもコナン、まあ分かるか、登場人物分かれば分かりますか。面白かった。あ、そう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 、ひねくれた、そう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 、なんかもう好きで何回見るかな。私何回も見た映画はなんだろう、あれですよ、桜井日奈子ちゃんかな。アニメ見てた方が分かるんだ。アニメ見てないよ。でもたまに見るくらいなんだよね。ハズオもありがとうございます。死にたい。なんだっけな。なんだっけ。なんとかな彼氏となんとかな彼女みたいなやつ。この見に行くならあれも行こうかな。一緒に見に行く？秒速5センチメートル。え、見てない。それ全部、本当。じゃあコナン見に行こう。そう、なんとか彼女となんとかの彼氏やったかな。ガンダム見てないや。あとリトルマーメイドの実写版もいっぱい見た。高くなったね、ルカさんね。まあ、ジブリは私猫の恩返しいっぱい見ましたね。映画集中できないかも。キュンキュンラブリー、そう、ナウシカ、ラピュタは好きだった。ナウシカ、え、インサイドヘッド2やるの。そうなんだ、何ループもできそう。二度目ありがとう。そう、インサイドヘッド2やるんだ。
何の実写化見たい、私ラプンツェルの実写化見たいです。そろそろディズニープリンセスもう一個実写化来ないかな。こんばんは。そろそろっていうかこの間リトルマーメイドやったばっかだけど、握手会行ってみたいですか。来てください。そう、いいですよね。今週も映画見に行くの？また行くの？私本当にスキー入ってからネットフリでしか見れてない映画は。ハナランが似合いそうな実写化？ハナランが実写化するってこと？ハナが実写の女優さんってこと？クリコ見たら握手会で感想。あ、来てください。ハナは何が似合いそうですか？じゃあ朝と夜分かる、ちょっとだけどうにかしてほしい。あー、それはそう。何？いっぱいある。何？引用紙なんて、何これ。花より団子、この花、花より団子ってあれつくしちゃんってこと？この花は何ですか？私つくしちゃん、白雪姫6月でも5月も来てください。普通に6月もだけど5月が先だから5月来てください。陰陽師、つくしに似てる、つくしちゃんに似てる、あんなあんな感じあんな感じでも確かに、確かに、まあ確かにね、分からなくはないかもしれない。素朴な感じってことでしょ。5月のコーデはボーイッシュとガーリーだったと思います。オーバーオールだから、確かに5月関東だけど5月も来てくださいっていう話です。通称あるよ、みんな通称あるよ。1回目ありがとう。そう、存在忘れられがちだけど通称あるから。こんばんは、通称楽しみね。話すネタ大量にあるじゃん。このヒーラーめんどくさい、やってほしい。何それ。天使と悪魔、そう、シャメは天使と。神楽ちゃん、ツーショットはちょっとおしゃべりできるでしょ。ポーズ何がいい。ツーショットネタと、そう、ツーショットデビューですよ。どんなポーズでもいいよ。一緒にハート作る。初音もありがとう。たちが天使だったかな、どっちだったかな。私天使の服をまだ買ってないです。悪魔を買ったけど、ポーズの反射してた時間はじゃあなんでしょうね。こういう感じ。そろそろ考えましょう。むくまずに撮りたいな素敵、キュンキュンラムリン。ミーが間に合わん、フォローありがとう。一回のポジションやったダイエット、私も間に合わない、やばい。小指は候補、たちが天使だったかも。天使がまだ決まってないです。もう深川さん いってらっしゃい。天使がね、服が決まらないです。なんかまだ変えてない。ポーズ全部丸投げ。もう一回頑張る。まだ買ってない。悪魔は買いましたね。どうしような、どんな服にしよう。そう、もうそろそろ選ばなきゃいけないんです。
使はどこへ。そうです、天使はどうかいたです。二度目ありがとう。ふわふわかな、そのままでも天使。本当、あと10は決めて、はい。そうね、髪飾りは可愛かったね。黒猫ちゃんも天使でした。天使の尻尾、客席の机小さくなるらしい。そうなんだ。What time is it now? です。お、27分。何十円もっかな。壁がマシになる。あの6月の柔道着？すごい。みゆちゃんにお誕生日おめでとう言ってください。早いかも。鼻かんむり？なあ、ちっちゃくなるし。初見さんありがとうございます。うん、髪飾りは買ってある。天使は よし、買いに行こう。頑張っ、買いに行きます。花粉かな、これか、花粉もしかして、もしかしてこれが花粉？花粉ですかこれ。どうか緊張しないでガンガン行くので、はい。お、チャメ楽しみにしてます。緊張するけど、はい、認めました。ネットじゃなくて、いや、ネットで買います。目がしょぼしょぼし。天使と悪魔買った方がいいですよ。普通の天使と悪魔じゃないので普通のじゃないので、普通のじゃないっていうか、ちょっと何でしょう、手込んでます、ちょっとね。ちょっとだけね、ちょっとだけ手込んでるって感じ。え、買った方がいいですよ。え、だいぶ衣装に、え、違う違う、みんなコスプレするんじゃなくて、ハナのそのコスプレを、ハナがコスプレするから着た方がいいよっていう。え、どっちもおすすめです。そう、剣を買った方がいいです。結構飛んでるから、その衣装代で結構飛んでるので買った方がいいですよ皆さん。な、天使と悪魔です。お互い天使ってなんだ。違う、コスプレしてこいじゃないです。起こしてキムチ切れない、ありがとう、こんにちはのな。そう、でもね、もっと買った方がいいよ。結構衣装にかかってるんで。私が実際悪魔どうだろう、なんかでもまだ届いてないからわかんないけどね、せないから。どっちがおすすめか、でもまだ天使買ってないからな。どっちだろう、まあいつもの雰囲気の花で言ったら天使だよね。天使っていうか悪魔か天使かって言われたら、どっちかといえばその白か黒かっていうイメージで言ったら白だと思うんだよ。わかんないけどね。名前くらい買えばいいですか。え、そうです、完売して違うよ、店員さんに勧められたからじゃないよ、普通にネットで買いました。あ、そんなこともない、花が天使か
悪魔かどっちだと思います皆さん。そうもありがとうございます。両方の花ちゃんと天使は、天使は何日な、うん、菩薩。まあじゃあちょっと悪い花が見れるかもしれない。悪魔だと衣装なんかロリータ系の店で買いました。なのでみんな花ちゃん実は黒い。初音もありがとうございます。11が天使じゃない？悪魔はあくまでそうでしょ。12日がだから悪魔です。11が天使です。怖いのはやれないです。そうですよ。あ、大人の花ちゃん、それはそうかもしれない。そうですよ。朝の10から朝、明日の10から朝5時か、早っ。スワリアークも去年だったけど、立ちはどんな感じか分かんない。32分、あ、じゃあ40分までにします。4月になったら彼女は、いいな、それ見たいの。そこ悪魔かもしれないから、ダイエットの格好決め、あ、じゃあ私も一緒にダイエットしよう。ちょっとやばいから最近。1日目が立ちじゃない、握手会の方を買い増ししちゃってる。真っ白な歌はだけ、そう一日目が立ち、何するの。え、恋愛小説映画好物、ラジオ聞いた、やった、買い足しておいてください。そう、じゃあ花はやばいからマスクなしツーショット。そうじゃん、こうやって笑うかもしれない。すぐ終わっちゃう。二度目の方もありがとう。まあまあ楽しかったからいいです。ラジオ全身見えないけど全身は送るから大丈夫だよ。でも実際曲でも見てほしいけど、相手ヨメオもありがとう、ハゾンもありがとう。全部ピース笑顔ループや複数じゃ不利。なるほどね。今日もありがとう。3枚で1回ね、手に黒立って迎えるといわれた、あ、らしいです。じゃあもう立って迎えます。関東のツーショットも撮って、あー、そうかそうか、行くか迷ってる、来てよ。そうだよ、全身やります。ツーショットは2枚出しが最大。そうなの、ママしできた。センカチブレ大きすぎたの知ってる。え、でもなんかいろんな方のポストとか見てるとそんな感じした。ポストする、ハートありがとう。複数だしね。通常とか一回も行ったことがない、来てよ、花のところ。おっしゃ、全然大丈夫だよ、ハートありがとう。
ずっと固定してる。あ、そう、見た見た見た。これ落ちてくるね。割高い。あ、お値段がってこと。あ、そうね。だからさ、こっちゃんとかさ、すごいよね、販売って。どうやってるんだろうね。ほんで自分つうのが許せない。そんなことない。初見さんありがとう、初音もありがとう。いや、ココミンもなんだね。今日もかわいい、ありがとう。変なポジ、え、よ、やります。言ったような気がする。そう、どうしてそんなに完売するんだろうって思うじゃん。テロップが命令？すごいですね、やっぱり。そう、完売してる子がいるってすごいですよ、やっぱりね。プロポーズの格好いいよ。買いすぎて縮小が遥かどる。あれは集中すれば完売できる。いてててて、本当にすごい。取ったらヘッダーにしたい。いいじゃん。ソロショット、なるほどね。今日も可愛いね、ありがとう。11日追加してみる。それはそう、完売、来てくれた人より、それはそう。シュレッダー見てます。2枚で1回、確かに。2度目の方もありがとう。まあみんなをメロメロにしちゃうから問題ありません。ピン賞は欲しい。あ、終わってない。もうちょっとで終わります。握手したいが今回5月1日しかない。いいよ、メロメロにします。もうメロのメロの人、もっともっとメロメロです。そう、髪黒いんですよね。なんでかきれなもそんなこと言ってる。ピカピカ、ありがとう。顔えらい、ありがとう。よいしょ、もう溶けるかもね。言っときますが、きっと11、12は可愛いですよ。服が、服がつかむ。ありがとうございます。メロメロン。いや、わかんない、衣装が可愛いから。え、信じて足してくれるの。ありがとう。確かにワンショットは自分がシャッター、確かに言わなくてもわかる。ありがとう。全身タイツじゃないよ。初音もありがとう。待って、今何分。初音2度目ありがとう。あ、40分。じゃあ誕生日見ます。13位、さくらもち、ありがとう。12位、マスクしたくろみちゃん、ありがとう。11位、黒猫ちゃん、ありがとう。10位、カニソースのおぶとの方、ありがとう。9位、リラックマ、ありがとう。8位、カニラスカル、ありがとう。7位、モモセイジン、ありがとう。6位、テニスボール、ありがとう。5位、アマビエ、ありがとう。4位、クロミちゃん、ありがとう。3位、パンダ、ありがとう。2位、魔法少女、ありがとう。1位、猫ちゃん、ありがとう。さっきおでこ出しって書いて、おでこ出しはあれですね、ボーイッシュの日です。なんだっけ、ボーイッシュの日は幕張1日目です。5月の幕張1日目はおでこないです。
またな、おやすみ。ありがとね、配信見てくれて。今からメールを書いて送りますので。そう、佐々木舞がなんだ。ありがとう。そう、じゃあね、またね。またな、おやすみ。また明日ね。またな。明日遅くなるかもしれないです。ちょっと、おやすみ。またな。バイバーイ。